はい、今日はですね、まぁ、ちょっとご報告があって、ちょっと動画を撮ってるんですけど、あ、ちょっとちなみに、スヌーピーミュージアム、ちょっとね、行ってきたばっかなんですけど。はい。で、まぁ、ご報告がちょっと何かっていうと、まあ、この度ちょっと、相内愛らの、まあ、赤ちゃんの、まあ、里親に、まあ、なるっていうね、まあ、報告っていうか、まあ、そういうので動画撮ってますね。で、ね、まあ、ね、赤ちゃんの里親になってくださいとか、まあ、ともるさんなら、赤ちゃん育てられますとか、まあ、ぜひ育ててあげてくださいとか、まあ、帯同にね、俺のところに、まあ、コメントなり、まあ、来るんですけど、いや、俺は里親にはならないですね。うん、で、ね、まあそういうのは、ね、コメントとしてやめてほしいなっていうのは思うし、うん。まあ一人の赤ちゃんを育てるっていうのは本当に大変な、まあことなんでね、里親になってくださいとか、ほんまにふざけんなっていうのは、思いますね。うん。で、今もどうやら、まあ大阪の、まあ、病院の方で、うん。いるみたいなんで、うん。ぜひね、里親に出すなら、ね、まあ俺みたいな、まあこんなね、まあ、クズみたいなやつよりね、もうちゃんとしたね、人に育てていってほしいなっていう。なんか俺の願いやしね、うん。簡単にね、まあ里親なってくださいとか、言うなっていうのは、思いますね。うん。で、ね、気持ちいい。ちょっとスヌーピーミュージアムでもちょっと、入り口の前でも来て、スヌーピー気持ちいいでもして終わろうかなと思います。はい、スヌーピーよ。一般大学生1800円ね。はい。ちょっと反射して見えないですか？こんな感じ。まあ、俺、10回ぐらい来たことあるんで。